パーフェクトデイズ、ずいぶん周りの人も見に行ってる人が多くて、すごく良かったって聞くんですよ。あれは渋谷のトイレプロジェクトがスポンサーで、だからトイレなんだっていう冷めたことを言っている知人もいましたが、本当なんですか？巨匠ビム・ベンダースが撮って役所さんが出ていて、その後ろにトイレプロジェクトが見え隠れする、それしか基礎知識が僕はないんですけども、映画館で見に行きたいなぁと引きずりつつ、まだ見ていません。まだやってるんですかね、映画館で。こういう絵が綺麗だっていう映画は絶対に映画館で見たいんですけども、なかなか時間が合わないっていうのがね、決まった時間に着かなきゃいけないっていうのがものすごく苦手だというのが、僕の足を映画館から遠のかせています。